せよ。はい、こんにちはってノアですよって、うん。はい、アイスくんですこちら。はい、アイスくんですね。アイスくん。ノアちゃんはカメラの上。はい、アマゾンからおもちゃが届きました。はい、今回は小鳥さんのおもちゃばっかりなんですけれども。はい、こんな感じです。ありがたいです。注文してすぐ届きました。今回は4セット頼みました。ここに何個か入ってるおもちゃと、1セット、2セット、3セットで、これはなんかね、ちょっと一つのものが大きいやつ。こちらのものとこちらは同じセットになります。まあ、これですね。これをちょっとバーガーアスレチックのとこにつけて、あとこちらのもう一つは、まあ、男子寮につけてもいいかなと思います。で、こういう系はね、鈴とこういう木のものは、ピーちゃんかレオちゃんかエナちゃんですね。こういうのですね。これは、このね、細かいね、ほつれたのを、金貨さんたち引っ張るのが好きなので、キーパーさんたち的ですね。これもレオちゃんかな。あ、これキーパーさんこういう細かいの飛び出たのを引っ張るのが好きなんで、これもキーパーさんです。これもですね、これこうやって広げることができるんですけど、これもキーパーさんですね。はい、続いてこちらなんですけれども、これもうちょい大きいかなと思ってたけどね、微妙にね、あんまり大きくないので、まあそれはそれでいいんですけれども、これもキーカーさんたちですね。ちょっとなんかね、あとね、微妙なこの作りがちょっとね、写真違うかなっていうイメージなんです。ここに鈴ついてなかったかな。あれ？いや。あとこれ、上から吊る下げる。そうですね、これも多分、キーパーさんたちかな。これですね。これはピーちゃんでもいいのかな。これかは、これはですね、完全にピーちゃんのケージにつけることになると思います。鈴だらけ。発情の時は外します。ピーちゃん行きですね。かわいい。はい、これはね、ちょっと繊維を見てみたんですけど、これはね、カサたち大丈夫かな、引っ張るのが好きなんで、これもキーカサたちですね。はい、はい、新しいアスレチックが完成したんですけど、二人はね、私の肩の上でちょっと二人はね、私の肩の上でアスレチックをね、眺めてるんです。なあちゃん、それでどう思いますか？あの新しいアスレチックどう思いますか？どうですか？なあちゃん、ピーちゃん、どうですか？うん？飛んでくれる？あそこ行ってくれる？のまちゃん、ゴーゴー。のまちゃん、ピーちゃんは怖がりだからダメ。のまちゃん先行った方がいいよ。のまちゃん、のまちゃんいい子だ、だから先行く。あそこ行ってみて。のまちゃんのまちゃんはピーちゃんに迫らない。のまちゃん微妙かな、どうしよう。なあちゃん、新しいとこどうですか？どう？ダメだ。微妙？はい。微妙？どう？え？ダメ。ダメ？アスレチックダメ？気に入らない？いてててて、のあちゃん痛い。ささくれは、
ささくれ取ってるよ。ひどいな。痛い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 。はい、ちょっとおもちゃをですね、多数買ったので、つけていこうと思うんですけど、こちらはですね、ピーちゃんが生まれた時に、ひなの頃によく使っていたものなんですけど、ちょっとこれ今壊れちゃっててないんですけど、これをちょっと、キーカーさんの方につけていきたいと思います。須藤さんのおもちゃはね、割とどのおもちゃも小鳥さんたちすごい気に入ってくれるので、はい、助かってます。あとですね、ブランコ、これはね、鏡がないブランコで、あ、こういうのあるんだなと思って、で、ピーちゃんこう鏡のついたブランコ好きなんですけど、ちょっと履き戻ししちゃうんで、こっちに変えようかなと思ってます。これね、色他にも、ね、3個いっぺんに頼んだので、色が選べないって感じだったんですけど、結局、3個違う色で、3個とも違う色で来ました。よかったです。みーちゃん、男の子なので、これにして、ちょっと様子を見ようかなと思います。Thank you.